岩手県盛岡市某所、この建物の3階には異人局という部署が存在する。私の仕事は異人たちに岩手の今を伝えること。この部屋には時空を超え歴史を超え岩手の異人たちが集うのである。さて今回のお客様は岩手異人ファイル100、後藤新平。医師官僚政治家として数々の重要なポストを歴任した。この辺りもすっかり変わってしまったな。後藤新平の信念には衛生、生を守るという概念がある。台湾近代化や関東大震災からの東京復興など多くの業績がある彼だが、医師出身の政治家である点に注目し、彼の生い立ちと経歴をたどってゆこう。後藤先生！君は？異人局アシスタントの二宮です。本日は遅刻して大変申し訳ありませんでした。遅刻の理由は？遅刻の理由は何だったのか聞いてるんだ。すいません、寝坊です。寝坊？私今日が初めての仕事でとても不安で、だからせめて後藤先生のことを勉強しようと思って夜遅くまで勉強してたら、気がついたら寝ちゃって、本当にすみませんでした。まあ勉強熱心なことはいいことだ。その気持ち絶対忘れてはいけないぞ。いいな？はい。さてと、岩手の今を案内してくれないか？はい。まずはこちらです。おう。懐かしいな。あの頃のまんまだ。後藤新平は安政4年、現在の奥州市水沢に生まれる。幼少期の頃は血気盛んなガキ大将。子分を引き連れては近所の柿を勝手に食べるなど悪さを繰り返していた。悪さをしたときはよくここに閉じ込められたもんだよ。へえ。懐かしいな。その反面勉学に優れ、水沢の三秀才の一人とも言われていた。蘭学に興味を持ち医学校に入学。そこで物理や化学、解剖学、生理学に目覚め、抜群の成績で卒業した。1876年から愛知県病院に勤め、医者として働きながら法医学や公衆衛生の要所を翻訳する生活を送る。その後石黒忠則の推薦で衛生局勤務となる。1890年には将来有望な官僚としてドイツに留学し、衛生行政と社会政策を勉強し博士号をもらう。そして1892年についに内務省衛生局長に就任するのである。私についてたくさん勉強したと言ってたね。はい。じゃあ教えてくれないか。君はこれまで私が行ったことのどんなことに関心を持ち、どんなことに興味を持ったのか。遠慮いらんよ。正直に答えてくれるとありがたいんだがね。私は日清戦争後の帰還兵の検疫事業に特に関心を持ちました。ほう、あれか。帰還兵23万2千人が病気にかかってないか調べる作業を短期間で体制を整え実行に移したことは本当にすごいなと。あの職務は
これまでで一番きついものだった。毎日3時間睡眠で頑張ったよ。3時間？ああそうだ。当時大陸の神ではコレラが蔓延していてね、これを絶対に日本に入れてはならない。この職務を全うしなければ日本の未来はない。そう思ったら不思議と活力が湧いてきたものだ。どの文献にもこの偉業は素晴らしいと伝説になっています。いや伝説でも何でもない。若い頃公衆衛生の勉強をしていたことが役立ったまでだ。つまり今の仕事を一生懸命やれば後で何かの仕事につながるということだ。だから君も今ある職務に精一杯励みなさい。ただし遅刻はいかんぞ。遅刻は。はい。さてと次はどこへ連れてってくれるのかな。次は、うん、こちらですね。向こうか。はい。ここはなんだね。先生の記念公民館です。私の。ささ、中は私が案内します。ああ私もご一緒しても構いませんか。君は深澤雅夫君じゃないか。先生、ご無沙汰しています。うん、主任と深澤先生、なんでここに。深澤先生を案内する日も興味出て。全く遅刻はするわ、ダブルブッキングするわ。君にはアシスタントとしての自覚はない。すいません。すいませんじゃないよ。まあまあいいじゃないですか。よくないよ。あ、これは失礼。どうぞ。彼女のおかげで後藤先生にお会いできたんですから。いや、そういうわけには。主任さんよ。はい。もういいだろう。僕は私に免じて許してやりなさい。いや、まあ先生がそうおっしゃるなら私は何も。はい。本当にごめんなさい。ごめんなさいって君ね。深澤さん、どうしますか。これから私が岩手を案内しましょうか。いえ、せっかくですから少し後藤先生とお話しできればと。いやいや、それはそうかい。じゃあそうしよう。おい主任。はい。そういうことだ。君はもう帰りなさい。そうですか、わかりました。じゃあ君、あとは頼んだよ。では、私はこれで。おかしいな、男だ。じゃ、中へ入ろうか。はい、どうぞ。お二人は面識が終わりだったんですね。生きた時代は違うが、何度か偉人局で顔を合わせたことはある。私にとって後藤先生は憧れの人でね。そうなんですか。ところで深澤君、君の時代の医療体制はどうだったのかね。私の時代の医療はまだまだ発展途上でした。うん。私は沢内村の村長に就任しましたが、村民は貧困と豪雪、そして食べおたしに苦しめられました。しかし村民の生命は村が責任を持つべきだという理念を持ち、行政を推進していきました。うん、それでいいんだよ。民衆の暮らしには政治が責任を持たなきゃならん。わしは常々そうしてきた。私もとても大変な日々ではありましたが、その結果たくさんの命が守られたことに満足しています。それよかった。そういえば岩手には三田貞典という優秀な医者がいたな。ええ、三田貞典先生もまた岩手の医療の進歩に尽力した一人です。三田先生は長期にわたり医師の養成所がなかった岩手の医療を憂えて、私財を投じて病院や医学講習所を設立した父俊次郎の志を受け継ぎ、多くの医師を育て上げました。誠の人間の育成という三田先生の理念が現在の岩手医科大学の理念に通じているのです。彼のことは知っとるよ。わしの内務省時代役に立つ人材を探してた。三田もその中の一人だった。後藤先生の後も先生の意志を継いだ医者たちが頑張っています。うん、この岩手のために。それは心強い。だがまだまだこれからだ。わしらでしっかりと見守り続けようじゃないか、この岩手の行く末を。はい。
1に人、2に人、3に人。え？衛星、生を守るということが未来につながると信じ、わしは職務に励んできた。それを確かめることができた、とても意義深い旅になったよ。ありがとう。いえ、そんな、むしろ失敗ばかりで。失敗を恐れず元気よく、君は君らしく生きればいい。今世界は未知の病で大変な状況が続いていると聞く。だが共に生きるという岩手に根付いた精神で、必ずやこの危機を乗り越えられるとわしは信じとるよ。